ついて傷ついて内川一つ上がりものにしました。さあ今度4曲です。ドラバッシャー内川の上がりは白赤赤3900の5本場4000失礼しました5400の上がりとなります。はい、本番もありましたし大きな上がりになりましたね。リーチボンもついて、そうですね、強託もありました、はい、さあ今度4曲その内川が4番。まあ、勝間さん5回の上がりあったんですけど、あの4本場あれあったんですけど、はい、そんな中でも瀬戸熊さんの点数が全然減ってないんで、そうですね、よくこらえてたなという感じがします。はい、そうですね、まだまだトップをなかなか取りづらい3選手はそういう印象はありますね。そして内川の手いい3点ですよ。両面両面の赤のしかもウーマン引きましたもんね、さっきね。はい、あでも瀬戸熊もいい3点ですね。ぶつかりそうだな。で勝俣もいいんですよ、中林もいいですし、突き、あまだ両3点か。ぶつかりそうではある手ってぶつけるかどうかが難しいですよね。そうですね、これ瀬戸熊さんはぶつけなくてもいい人なんで、はい、ただ守るべきもなりますし、なるかもしれないですね。それなら行くか、もうローピン横伸びいらないんで、はい、っていう考えでペイを残しましたね。これで両面三面ちゃんのいいシャンテン、これちょっとどこ引いても役なしの可能性が残っちゃうのでリーチになりそうですもんね。リーチになりそうですね。ジャントー変化9ピン2枚持ってる、 E ピン裏ドラは9ピンの方がなりそうだが、おそれもありますし、うん、リーチに来そうな2人に通りそうな方にしましたね。なるほど、トップ上の人の方がやっぱリーチって来づらいんで、そこも考えての E ピン切りだと思います。はい、さあ瀬戸熊これ E 数ピン待ちを欲張ったがゆえに数ピンが残ったぞ。これ内川の上がりだぞ、上がりの可能性があるぞ。さあ勝又 E ペイコー完成した。いやこれはさすがにぶつかるわ。ぶつかりましたね、はい、激突だ。まずは瀬戸熊、これに対しては内川降りることは絶対にない。ひとまず4枚山に残ってます。まだ結構残ってます。はい、あ、テンパイリーチだ。チーピンで追いつく。いや4つの星がぶつかるぞ。お、まずは黄色とブルーがぶつかっている。スッチーピンの方が多いですね。スッチーピンの方が多い、はい、5枚山チーピンが丸々残ってますよまだ。あ、引いたー、うっぱそう。3つ目はピンクの星桜ナイツ、これが1枚目、2枚、うっぱそうが2枚、うっぱそう2枚、はい、急走だー。2600上がったのは黄色の星ライデン瀬戸熊。